2022年2月2日、復讐代行業者を名乗る千葉県成田市の男と依頼者である沖縄県那覇市の女が器物損壊の容疑で沖縄県警に逮捕されました。容疑は2021年1月、那覇市の男性が所有する車2台に剥離剤をかけ、塗装を剥がしたというものです。事のの発端は女性の子供と 被害者男性の子供の間にトラブルがあったのですそれがエスカレートし女性は男性につきまとい行為をし迷惑行為防止条例違反の疑いでも逮捕されていますその後遠隔で攻撃を仕掛けるために男性に対する誹謗中傷を書いた文章男性の勤務先に郵送し逮捕されています 隙まといもできず郵送もできなくなりインターネットで見つけた復讐代行を依頼したという流れとなっておりますこの事件は子供間のトラブルが解消したかまでは報道されておりませんはいではね今宵でございますいやー率直な感想を、ね、述べていきたいなと思うんですけどこの程度で済んでよかったなっていうのが本音です で多分ね、このつきまとい女性に関しても、子供間のトラブルで勝手に母親がエスカレートしただけに思えるんですよね。というのが、その子供間間のトラブルで深刻な問題とかそういうのがあるんだったら、複数回、警察が関与している時点で、教育委員会であったり、そういったところに投げかけていると思うんですよ。 でも、それが解消してないから解消してないというかそこが問題だったらもっと報道でも述べられていると思うんですけど出てないんで多分母親が一方的に一旦そのエスカレートしたのではないかっていうのが僕の勝手な憶測です。なので実際は分かんないです報道が出ているわけじゃないんで。 だね、もしエスカレートしただけであればこれはねやっぱその子どもの本当の意味での幸せっていうのを考えないといけないんじゃないのかなっていうふうに思いますで、まあ、今回のこの事件でいうと2つありましてまず1つ主人公はあくまで子どもだよねっていうところなんですよでもう一方はそのこの程度で住んでよかったっていうところなんですよねで、その 文京区の方で子どもの受験でエスカレートして母親がこう殺人事件を起こしてしまうっていう事件も過去にあったんですよね。まあ、バカの極みだなって思ったりするんですけど受験で子どもの人生を豊かにしたいって思いながらもうぶち壊してるじゃないかというふうに思ってしまうんですけど。その 子供ができた時点である意味子供っていうその主人公のを引き立てるための脇役なんだよねっていう側面もあるんですよ自分の人生だから自分が主人公とも言えるんですけどでも子供の視点で言えばその子供をしっかりと見守っていく その第三者というか、まあ、脇役なんですよねあくまでだからこそ子どものことを第一に考えて行動しなければいけないっていうのがやっぱあるんですよであとねその闇サイトでとんでもない事件に発展したものもありますよね そ,のそこまでするつもりはなかったんだけどそのもう後に引けなくなってっていう事件もあるんで、まあ、本当剥離罪で済んでよかったなっていうのが本音ですけどやっぱりねイラッとしたりムカついたり何かあったらエスカレートしてしまうっていうのも、まあ、人間の心理としてあるんですがそういう時こそいま一度冷静になるっていうのとこんなのに。 応募しない、応募っていうか依頼しない、それがめちゃくちゃ大切であり、そんな大興行業はいらんよと、マジでそんなの見つけたら通報しましょうよ、まず。それでもう、そういうサイト自体がなくなるっていうのが一番いいと思います。というのが、本当私のね、感想です。まあ本当 この程度で済んでよかったけどこれが大事だったら笑えないよねってまだ子供も親も含めてやり直せるからしっかりと反省してそんな子供間のトラブルが嫌だったらここまでお金かけるんだったらねだって成田から那覇市まで来てるんでしょ旅りすごいよね往復だけでもっていうことを考えて もう一度やり直す引っ越すっていうのが一番いいんじゃないのかなって私は思います。ではではではとんでもない事件ですけどまあ剥離剤っていうところでまだ笑える範囲で済んでよかったけどこれがねちょっとエスカレートしたらもう一瞬でこれ踏み外して転落しますからね。 って思いましたではではではまたお会いしましょう。